それでは今回も始めていきます。 Let's start。 今回はベースメイクからやっていきます。まずは化粧下地とネイチャーレプブリックのアロエベラを2対1の割合で混ぜ、肌全体になじませていきます。これから乾燥する季節にはベースメイクもしっかりと保湿してあげましょう。次にコンシーラーで気になるクマやシミ、赤みなどをブラシや指で叩きながらカバーしていきます。仕上げにフェイスパウダーで仕上げてベースメイクは完了です。イエイ。そしてお次は眉を描いていきます。足りない部分を描き足していき、ブラシで軽くぼかしていきましょう。眉頭はパウダーで仕上げ、少し鼻筋側に指でぼかし、鼻筋をうっすらとしちゃいましょう。続いてアイメイクに移ります。まずはメイベリンカラータトゥーのバレリーブランテッドというシャイニーなヌードカラーをアイホール全体に塗り、まぶたを明るくしツヤ感を出していきます。続いて薄いブラウンシャドウを二重幅にふんわりとのせていきます。続いて眉下のハイライトはホワイトとヌード色を混ぜて埋めていきます。そして次にモカ色のアイペンシルを上粘膜のみ埋めていきます。ビューラーでまつげを上げたら、ロングタイプのマスカラで上まつげのみふんわりと自然に仕上げるように塗っていきましょう。続いてブロンザーです。おでこの外側からフェイスラインや顎にかけて塗っていき、薄く首元にも塗っていきます。続いてハイライトを頬の半月型に塗り、 T ゾーンにも入れていきましょう。今回はチークを入れないので、ブロンザーとハイライトでナチュラルな立体感を出していきます。イエス。
リップクリームで唇を保湿してから赤いルージュブロスを唇全体になじませてメイクは完成です。やったね。めちゃくちゃ好きや中年月曜日も火曜日も